次の仕事は？よっ、ついていきます。よっ、次の仕事は？出来たての筑魚魚。
旅人、気をつけた方がいい。今は観光に向いてない。あ、なんかあったのか？ああ、出るはずのない遺跡守衛が出没してるとの目撃情報が多数届いてるんだ。それらの出所を調べたところ、ある遺跡から突然出てきているということが分かった。誰かが起動させたってことか？わからない、まだ情報が少ないんだ。それにあの遺跡はかなり不気味で、中からカラカラっていう音が聞こえる。本部の許可が下りるまで我々も探索できないんだよ。とにかく一般人に被害が出ないよう、今は見回りを強化するしかない。確かに一般人が遭遇したら危ないもんな。心遣いはありがたいが、それで貴殿が危険な目にあったら申し訳ない。こいつは強いから心配ないぞ。自信があるんだな。それなら、山腹で遺跡守衛の足跡を見かけたんだが、通行人に注意することで精一杯でまだ調査できてないんだ。ああ、それを調査してほしいんだな。任せろ。千眼老子、揺るぎない。ありがとう旅人。見回りが終わったら俺も合流する。ものだな。お、ここにもあるぞ。どうやら遺跡守衛はこの辺りで活動してるみたいだ。足跡がここまで。あ、あそこに遺跡守衛がいるぞ。よっ。次の仕事は。
射禁止。やっ、一丁上がり。周りを見てみよう。まだいるかもしれないしな。ついていきます。美しい宝、嬉しいですね。知ってる？え、違う違う、こいつの名前は毒眼坊だよ。毒眼坊？そんな可愛い名前だったっけ？うん、お兄ちゃんが教えてくれたんだ。僕のお兄ちゃんはおもちゃ屋の販売員でね、こういうのを売ってるんだ。今リーユエのおもちゃ研究所にいて、毒眼坊はそこで生まれたって。お兄さんもおもちゃ好きだよね。飛んでるそれは最新型かな。話せるんだね。そうだそうだ。ご苦労さん。何か、おや、この坊やはよその国の子かい？さっき知り合ったんだ。坊や、この辺りに人殺し機械が出没してるんだ。危ないぞ。人殺し機械ってこんな感じの？そうだよ、こいつもだ。動き出したらまずいぞ。人殺し機械なんかじゃないよ。毒眼坊は正義の味方だ。毒眼坊？お兄さん、毒眼坊の悪口を言ってる人は悪いやつだから相手しちゃダメだよ。坊や、俺はただ心配で。すまない、子供の相手は苦手なんだ。この子のことはオイラたちが何とかするよ。ああ、助かる。俺は見回りを再開するが、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは危ないんだ。へへ、毒眼坊が悪いやつを追い払った。あ、僕はテンセル。お兄ちゃんを探すためにスネージナヤから来たんだけど、居場所がわからなくて。スネージナヤか。そうだ、こういう時は、はい。お、なんだ、重いぞ。これは、お兄ちゃんからもらったんだ。これを気になる人に渡せば相手も優しくしてくれるって。すごい理屈だな。これでスネージナヤからリーウェイまで来れたのか。テウセルはお金持ちの子なんだな。おもちゃ売りは儲かる仕事だったのか。本当に？お兄さん、ありがとう。じゃあ、僕と指切りしてよ。指切りゲンマン、嘘ついたら氷漬けにされる。指切って。スネージナヤらしい指切りの歌だ。しばらく子守するしかなさそうだな。でもどこを探せばいいんだ。おう、いいアイデアだな。行ってみよう。もう出発するの？お兄ちゃんに会えるかな。Thank you.
慣れない。童貞につ次の仕事は？
ベニー冒険団出発！Thank you.